とし物の連絡です。芝生の上に財布の落とし物がありました。芝生の上に財布の落とし物がありました。お心当たりがある方は本部テントまでお越しください。お心当たりがある方は本部テントまでお越しください。それでは次の演舞に参ります。17回目の出場、鏡踊らん会の皆さんです。4年ぶりにイベントが再開して、みちのくよさこい祭りも行われ、参加できたこと、とても嬉しく思います。事情があり参加できないメンバーもいますが、今日は久しぶりに一日楽しんで帰りたいと思います。それではよろしくお願いします。会場の皆さん、こんにちは。私たちは福島県は鏡石町からやってまいりました鏡踊らん会です。久しぶりに道の国に帰ってきてとっても嬉しいです。皆さん元気でしたか？はい、よかったです。私たちも元気になんとか続けております。今日はです、久しぶりの道の国なので、楽しんで一日行きたいと思います。どうぞ皆さん最後までご声援よろしくお願いいたします。
鏡踊らん会の皆さん、ありがとうございました。太鼓の音もとってもパワフルでした。